ラファエル・アラウジョこと、ラファエル・パウロ・デ・ララ・アラウジョは、ブラジルのプロバスケットボール選手である。ブラジル男子、プロバスケットボールリーグ一部、NBB のフラメンゴ所属、パラナ州クリチバ出身。ポジションはセンター。身長211センチメートル、体重125キログラム。サンパウロの高校に通った後、アメリカに渡りアリゾナウエスタン大学へ進学した。年目に、 平均17.9得点、10.7リバウンドと活躍した後、ブリガムヤング大学へ転校。ここでも2年目となる4年生の時に数字を伸ばし、平均18.4得点、10.1リバウンドを記録し、NBA のスカウトから注目されるようになった。2004年の NBA ドラフトで、トロントラプターズから全体8位指名を受け、NBA 入り。 ラプターズには2年間在籍し、先発で起用される機会が多かったが、好成績を残すことは少なかった。2006年6月にクリス・ハンフリーズらとの交換でユタジャズに移籍した。ジャズではセンターの控えとして出場。シーズン終了後にフリーエージェントになり、ロシアバスケットボールスーパーリーグのスパルタク、サンクトペテルブルクと契約した。2002年に開催された、 世界選手権では、ブラジルチームの一員として出場した。ありがとうございます。